響きは高い位置にしてるからこうやって移行できるんですよっていう、そういうことですよね。そうですね。声帯のオンオフなんですよね。そうオンオフというか、まあ、うん、オンオフじゃないけどさ、うん、そのつまみの入れ具合なの で、ね、入れ具合で。この番組はカラのスポンサーのセクションだ。お疲れ様。よっしゃ、早瀬さん2回目よっしゃ2回目なの。いやもうずっと喋ってた。カメラ切れてんのにずっと喋ってた。こんなこともありますよ。ありますね。ずっと撮影やってたら、マイスクリーム講師のデスノ兄さん、マホンと、それからアーリーボーカルコーチングの代表トレーナーやらせてもらってます、はい、山根隼人です。はい、そしてケンはい、デュエルジェルのボーカルの隼人です。はい、よろしくお願いします。今日はその情報が大事なんですよ。これが大事なんですね。大事なんですよ。今日のこの動画の趣旨としては、はい、ミックスボイスお、みんな大好き。出ましたね。ミックスボイスの、うん、まあ、コントロールというか、あ、音色の移行というか。音色の移行。なんか、裏声ミックスとか、地声ミックスとか。いろいろありますね。なんかいろいろあるし、はい、それをなんか、うん、俺は裏声ミックスしか出せないんだとか、うんうんうん、ミックスボイスっていうのはこういう声だとか、はいはいはい、いう人も残念ながら多いと思う。ああ、もう一択というかね。そうっす。うんうん、人は多いと思うんです。うんいや、うん、そんなことないよ、コントロールできるよっていう今日はどうぞ。そうですね、お届けしたい。無限の可能性がありますね。あります。そうですよね。せっかくトレーナーが2人いるので、はい、そういう動画をお届けしたいなと思いつつ、プラス、はい、そう、バンドをやられてる、はい、リュウジュ、はい、ありがとうございます。最近その新曲が、あ、やりましたね。ありがとうございます。グレンノーズという、はい、曲で、アルバムはフレアというタイトルなんですけども、はい、フレアの中のグレンノーズ。そのグレンノーズの、はい、MV が、はい、YouTube に上がっておりまして、おー、ありがとうございます。すごい、こう、クラシック。おー、そう、クラシック要素ありますね。クラシック、ゴシック、ゴシックメタル。メタル要素もあり。すごい、僕の視聴者の方がめっちゃ好きそうな。あー、たといいな、嬉しいな。なので、はい、そのグレンノーズの中の、早瀬さんのお声が、大変素晴らしい。うわー、嬉しい、ありがとうございます。これは、教科書だなと。わーお。その、今日の、題名である。責任状態。ミックスボイスの移行。はい。ここにおいてすげえいい教材じゃんって。わあ、嬉しいですね。なったので、はい、MV をご本人となんと、はい、贅沢なことに拝見させてもらいながら、はいはいはい、心汗どうなんですか。なるほど。どうやって移行してるんですか。なるほど。これをやっていこうという、わあ、100億再生の動画。これは100億再生いきますね。っていうのを、世界中がこのくだりの違いに2回目なんで。でも本当に勉強になる内容だと思いますのでね、あのミックスボイスのコントロール、強くしたい人、ぜひ最後まで、見ていただけると嬉しいです。ということで、このチャンネルではこんな感じで、ボイトレ関係の話とか、リアクションとか、アップロードしておりますんで、まだチャンネル登録お済みでない方は、この機会にぜひよろしくお願いします。まず、うん、その、ハヤトさんがミックスボイスを出して、はい、例えば、地声よりとか、うん、裏声よりとかいろいろあるじゃないですか。うん、あれはもうほぼバレセットにするのかとか、はいはい、その移行している、はい、まあ、あるいはミックスボイスをコントロールしているっていうことだと思うんですけど、はい、時のポイント。ほう、これをちょっとまず上げていただいて、うん、その上でちょっと MV 入っていきたいなと思うんですけど。そうですね、うん、まあ大きく分けるとね、はい、まあ、4つぐらいかなと思います。まあ自分の中でこう常になんかねバランスは取ってるんですよ。まあそうですね、綱あたりですからね。そうなんですよね、うん、まさに綱あたり、綱あたり、うん、バランス取ってない時間はないんですけど、ないですね、まあ自分の中でその何ですかね、大事にしてるポイントをかいつまんで言うと、はい、まあ、1つはもうね、いつでも喋れる感覚で歌う、はい、一つ上がりました。そうですね。二、響きを高い位置で保つ。おお、いいですね、いいですね、いいですね。教科書的なのが出てきます。そうですね。割とね、ここはちょっと分かりやすいところかな。はいはいはい。はい。から三つ目は、はい、まあ、呼気を一定に保つ。おお、なるほどね。一定にしないと難しいんです。はい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 、はい、おもろいおもろい。はいはいはい。で、あと四つ目はね、もうちょっと番外編ですけど、はい、もうね、もう無で歌う。これ、無です。これ一番気になる。一番気になる。無で歌った。なるほど、はい。これじゃあデザートとして。あ、デザートはちょっと4つ、はい、じゃ前菜からちょっと、はい、いけたらなと思っておりますんで、はい、じゃあその MV というか、はい、実際に音を聞きながら、お、林さんのこれ全部、声を使って、行きましょうか。あ、すごいすごい。楽しみ。丸裸にされるぞ、いや発声が。僕もね、なんかちょっといろいろ、ワキャワキャ言いながら。いいですね。じゃあこれです。グレンノーズミュージックビデオ。いや。まあ一つ決まる。すげえ伸びてますね。ああ、嬉しい。そうですか。14万再生じゃないですか。わあ、ありがとうございます。すごいです。みんな見てくれてる。すごいです。嬉しい、ね。いっちゃいますよ。いっちゃいましょう、いっちゃいましょう。はい。うん、うん。ね、ロゴが出て。そうこの感じよ。そうがいいですね。めちゃくちゃ。いや、いいな。こ
このなんかまがまがしいまがまがしいでしょめちゃめちゃまがまがしい まさに渦ですかねいやそっかまがまがそっか文字通りだはいもう殺されるみたいな圧倒的な力を前にした愚民みたいなそういう気分にさせられますありがとうございます圧倒される感じもうそう まだイントロですかねみたいないそう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 イントロがもうそういう感じですよすごいすごいこれ早さですね待ってこれああかっこいいっすよこのリフがこれやっぱり癖になるんですよねいやなりますめっちゃいいっすねいいっすね激しいっすね激しいいやいいなこれいいっすよ冷静に聞くとこれどうやってやってんだろうなライブでって思っちゃったね激しい激しい、ね、めちゃめちゃアイスキヨちゃんエールです伸びやかな。なあ伸びやかな体型だ。はい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 。ちょっとミックス感が。ここさすが出てきました。ああもうね、そうなんですよ。もうすでにね、うん、入ってるんですよね。入ってますよね。そうなんです。入ってくるんですよね。入っちゃってるから。そうなんです。そうなんです。入っちゃってる。これは意外と分かりづらいですよね。まあまあまあ。すごい高い音でもない。そう。変だし今みたいな、うん。音のアプローチって、うん、やっぱりね1年前だったらできないんですよはいはいはい1年前日々進化とやっぱりそうなんですよね、うん、違うアプローチなんでいやあこういう音出てくるようになったなみたいなところもねはいはいはいある意味はあるんですよなるほどこの辺があれですか、うん、さっきの割と1個目に近いですかさすがですねいつでも喋れますいつでも喋れる感じですこれどういうことなんですか詳しくこれやっぱりね、はい、僕のもともと持って生まれたその属性、はいはいはいまあ結構パワー型の発声なんですよね、元々は。はいはいはい。結構こうパワーボーカル的な発声なんですけど。うん、パワーよりってことですよね。そうなんですね、うん。割とそこに結構依存する発声を長いことやってたので、うんうん、まあ大きい故障も実はね、経験したの、うんはいはい、ボイストレーナーの道があるんですけども、そうですよね、うん、あのその頃だとやっぱ今みたいな発声のアプローチはできないんですね。なるほどなるほどなるほど。はい、なぜなら喋れないから。そうなんです。その状態では。思いっきり切り替えて発声してるので。うんはい、はい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 。やっぱり僕にとってはやっぱすごく大事なキーワードなんですね。うんなるほどなるほどこういう感じから行った時にあいつでもここに来れるよそういうことですよね見てくださいみたいなあそう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 いつでもいつでも手につけられるそう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 これがやっぱりね、うん、大事なポイントいやめっちゃわかりますめっちゃわかりますわかりますそういうことですよね喋り声が歌声なんですよねそうなんですなんならそうなんですなんなら究極的にはそういうところかなそうですねまあ一個ヒントですねそうですいつでも喋れるかどうかちょっと日々試してみてください、はい、そうですねカラオケ行く時とか、ね、はいここが垣間見えますミックス入ってきました入ってきましたねからちょっとこうおおおおサビ2番締めですけど、はい、B メロからちょっとこう音高が上がってきた感じ来るんですよね聞いた感じですねこれね、うん、B メロは、はい、どっちかっていうとさっきのそのコントロールで言うと、はい、ちょっと地声寄りですよねそうですねどっちかっていうとスタート地声寄りからうんそんな感じですねそうですでサビに向かってそうちょっとこうねバランスが変わっていくんですねここでバランスをね裏声にちょっと変えていくんですねこうグラデーションというかねここねそうなんですよそうですね変わっていきますよだからここ結構着目かもしれないですねここなんですねグラデーションをこう踏みしめていってるのでそうなんそうなんそうなんいいですよさっきのマホン君の発言もあったんですけども、はい、もうミックスゾーンにはもう入ってるんですはいその中でどっちに行くのかっていうバランス取りをこのロープの上でやるそうそうそうつまみは一緒なんですよねそうですねおぉ、変えてない。変えてない。そして、それをするためには、はい。ポイント2つ目。2つ目。はい。もう響きを高い位置で保つ。そういうことなんです。低い音なんですけどね。はい、そう。低い音なんですけど、いいんですけど、高いところを、鳴らす、うん。そういうことですよ。はい。音を上げるってことじゃないですよ。そうですね。音を上げるってことじゃないですよ。そうですね。意外とポジションはね、うん、そんなに上がってない。ポジション上がってない。響きの音がする。音聞いてみれば分かると思うんですけど、それもちょっとクラシカルな。そうですね。感じじゃないですか。むしろちょっと低めに。むしろ低いかもしれない。むしろちょっと後ろに引っ張って。ああいるような。いやー、感じです、ね。丸裸です、僕。今僕全裸です。発声全裸。
発声前発声前でいいっすねそれ。今回のアルバムって曲ごとに結構その響きを変えてるので、ああそういうことですよね。ぜひ聞いていただきたい。面白いアルバム。この曲は結構ね壮大な感じ。そういうことですよね、はい、でもちょっとこうふくよかな響きを足してるような感じなんだけど、響きは高い位置にしてるからこうやって移行できるんですよっていう、そういうことですよね。そうですね。でサービ高いのこれいくつですか。 C ぐらい。サービはだからまあ C ぐらいなんで結構やっぱ そうですね、それこそもうポジション高くないと高くないと厳しいっすよね。そうですね。うん、まあハイ D も使ってるのかな。 C、D が3人の中で。そうですね。か。はい。なるほど。しかもそこも多分、裏声よりのミックスなので。そうですね。弾いていきましょう。あー、いいですね。うん。この辺から。こっからですね。で、より上がる。あー、これ響き高いですよね。高い。あー、ここでまたちょっと。いや、いいな。そうですね。あ、いい。これが D4 ですね。あっけ、マジか、いいな。ここで一気に薄めてますね。なるほど、はい、ここは薄めて薄めてですよね。一気に音の鳴りもサビの出口ですからね。そうですね。ここ結構一気に薄め、まあそうですね、確かに6割ぐらいなのかな。ああ、そんな感じですね。出力。はい。そんな感じっすよね。ふっと抜いてるんですね。そうですよね。はい、こう出てたのを。そうですね。しれっと。そうですね。いってる感じっすよね。はい。ね、着目が。この、テン、テン、テンだから、ここが強いっすよね。そうですね。テゥーが、C が、ね、C がすごい強く入ってくるから。はい。うん、見てる。この辺のちょっとガラってるじゃないですか。はい、ガラってるんですけど、なんでしょうこう、おしとやかかなりっていう。ああ、そうっすね。ねえねえのこう、こっち押さえて押さえて、押さえて押さえて押さえて。そうっすね。行くな行くな行くな。こうこう手綱引いてる感じ。あれそうですよね。ありますね。うんうんうん。わ、はい、かりますね。ああ。そうですね。綺麗、綺麗。ここはなんか生めかしいですね。ここはよかった。生めかしいですか。生めかしい裏声やなこれ。なるほど。結構音色の変化が激しいゾーンかなと。ここもそれこそ響きの位置高いですよね。高いですね。はい。信じてるみたいなね。最後に。E5 ぐらいですね。うん。まあこの辺はもうほとんど裏声ですよね。そうですね。もうほとんどファルセット、うん、まあ裏声の中でもね、こう、はい、ちょっとこう息漏れ感のある、はいはい、透明感のある裏声から、はい、まあちょっと強いオペラ発声というかヘッドボイスな状態を、うん。なるほどなるほどなるほど。って。そうですよね。はい。少しローの成分は削ってる気がするんですよね。そうですね。少し、うん、そうかもしれないですね。トムの高いあたりはいい、なんかまあ確かにここまでは使わないで。そうですね、使わないですね。このぐらいの そうですね感じかな。そうですね。うん、ですよね。そうですね。2セットこんぐらいのやらしくない程度に。そうなんですよね。太くなるんかな。ちょっとこう やらしくない程度に。あ、そうですね、そうですね、そうですね。これはちょっとやらしいから、ね、やりすぎなんですよ、そこは。ちょっとそうですね。くぐらいで終わらしてる感じ。そうです、そうです。うん、そうですね。いや、このリフマジいいっすね。これはね、すごいハマるんですよね。ハマります。ギターの音は。激しい。いいっすね、いいっすね。うん。うん。お、なんか、またちょっと変わって。ザ・ツインギターの、そういうことですね。掛け合いソロです。確かに。いや、いいっすね、いいっすね。世界観ある。いやー、いいっすね。ありがとうございます。ザです。ザでしたね。ザ。すごいカット割りなね。ザ。ギター2本。ほんとに。めちゃめちゃいい。これいいっすね。後ろね。こうね。ここよりなんかこう、絶望感をこう。
絶望感というかな、ね、希望なのか分かんないですけど、もう死に向かっていくような、ね、そう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 、ね、確かにラスボス倒したけど、あ、次また出てきたみたいな、まだあんのかみたいな、ね、そうあ、分かりますね、感じしますね。いや、これファイナルファンタジーみたいな、そうですね、ちょっとそういう匂いしますね、匂いしますよね、これでいいですよ、いいです、いいです。ここもなんか、怖っ、おここはなかなか、こういう、こういうコーラスが入ってます。そうですね、これも僕の中に入ってます、ね、いや、すごい、7色のこれ、声が楽しめますね、これね、廊下をして、ね、廊下がすごい、はい、廊下がすごい入って、裏声もこれさっきよりも、うん、はい、まあ、裏声の廊下が、そうですね、出てる、ありますよね、ここが結構振ってますよね、ここも結構しっかりヘッドっていう感じですね、しっかり、うん、そうですね、うぅぅ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 、こういう響き結構こう強めた、こういう感じ、いやこういう感じですよね、そうですね、なるほどな、ここは思いっきり振っ、まあ音もちょっとこうちょっとフィルターをかけてるじゃないですか。ああ、そうですね。ミックスの段階で。はい、それもあって結構、クッて。そうですね。思いっきりいってるような感じです、ね。はい、うん。結構ここはしっかり。そういうことですよね。俺が聞こえる。いっぱいいますね。そうですね。いっぱい撮ったんです。ですよね。いっぱい僕しゃいる。ですよね。厚みがある。うん。しかもこの、低いやつが結構離れて聞こえるんだよ、ね、あよく聞こえる、よく聞こえますね。そ、メインがいて、その他がレイヤーであって、はいはいはい、低いのがこの辺にいるんで、そうですね、しっかりいますね、ここで体に結構入ってる感じしますね、なんかね、低い音ですね、今ですよね、おお、すごい音きた、いやー、いいっすね、自社、自社すごい。この太いまま、そうですね、来ましたね、太いまま行くっていう感じですかね、ここは。そういうことですよね。いやって声帯伸ばしましたね。そうですね、たっぷりいくっていう感じ。たっぷりいってますよね。なんか、フル、フル。すげえ。うわうわ、ちょっとフェイクっぽくこう。そうですね、そう、フェイクっぽく。あ、戻ってきた。また B メロの感じですね。強い、今度はね、強いです。強い。もうでもさっきとニュアンス違いますね。違いますね。さっきここもっと、これの2割減ぐらいでしょうね。そうですね。強さが。はい。ちょ、地声寄りですもんね、これ。そうですね。ちょ、地声寄ったら分かりますか、皆さんね、これね。分かりますかね。一番よりも。音としてちょっとこう存在感が強い、主張が強くなる。そう、芯が出てるんですよ。芯が出てる。声帯感なんですよね。声帯感ですね。声帯感出てるんですよね。なるほど。だどっちもミックス。うん、そう。でも、グラデーションは、めっちゃ、本当にいいっすね、この曲。うわぁ、よかった、嬉しい。めっちゃ勉強になりますね。ありがとうございます、よかった。でも、はい、息の量は一緒なんですよね。意外とこれ、ね、一定なんですね。三つ目。はい。だからこれ、息を強く入ってるんでしょ、うん、って思うでしょ、まあ、確かにね。っていうことなんですよ。そうですね。違うんですよね。違うんです。さっき言った通り、声帯感なんで、はい。声帯のオンオフなんですよね。そうなんです。オンオフというか、まあ、うん、オンじゃないけどさ、うん、その、つまみの、そうですね。入れ具合なので。入れ具合で、鳴りをちょっと強くしてるっていう。そうです、そうです。地声感をちょっと強くしてるのが、この2コーラス目の、この B メロゾーン、ね。そうなんですよ。ですね。なので、息を強くして、音を強くしようとしている場合は、うん、それも OK なんですけど。全然 OK なんですよ。OK なんですけど、うん、ちょっとしんどいかもねっていうのはあります。この音域で、行くと、ここからさらにサビで行くじゃないですか。行きますね。配信スタートっていう。もう切れるカードがないですよね。僕よく言うんですよ。もうね、切れるカードないですよ。そうそうそう。息をね、使っちゃうと切れるカードがなくなるんですよ。そうなんですよ。そうそうそう。よりきつく入るしかないんですよね。うん、そうそうそう。もっと風よ吹けっていう状態。そう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 。だからもう、ね、そうですよね。もうね、体力的に無理になる。いや、そうなんですよ。鳴りで。鳴りで出す。でかくしようよ。そうです、そうです。そういうところなんで、これ、うん、1番、2番でこうね、変わってきますね。まあ2番の方が当然こう、熱が、2番っていうか、そうですね、曲の終わりにかけて当然こう、ボルテージ上がってくる。そうですね。そこでこう、息じゃなくて、そうなんですよ。声帯感で入れてます。そうです。もうちなみに僕はもう長年呼気依存型の発声を長年して、私も、してたので私もございます。それでも大きく僕はもうやらかしてるので、いやいやいや、そうですね。もう全くもう歌えない状態というのを経験してるので、いや、そうですよね。そういう表現があってもいいと思うんですけど、うん、いいと思います。これをね、やっぱりかなり依存して、常にそういう状態になると、やっぱり危険度がちょっと増してきます、ね。ちょっと危ないですね。終わりに向かっていきますね。終わりに向かっていきますね、もう。真っ黒です。
ラストビ。いいサビだこれ。ビニー残りますね。ありがとうございます。すごく。フォローが待ってますね。フォロー待ってますね。フレンド渦ですね。フレンドですね、これはもうね。あ、これ。ここはちょっと冷静な。そうですね。ここは、押さえて押さえて。ああ。むず。むず。キーなんてむずいですって。ああいいっすね。そのリブラートの揺れ感が、あそうですね、優雅なこの感じを、優雅な感じと醸し出してますよ。もう多分激しく食べてる。素晴らしい。うわ、ううふるっと終わって、ありがとうございます。おー、やられましたこれは。素晴らしいっす。いやー、もうマジで丸裸だわ。今すっぽんぽんですね。素晴らしい、素晴らしい。そうです、こういう新曲の MV がありまして、はい、ありがとうございます。聞き終わったさらに申し訳ないんですけど、うん、はい、無で歌うっていうことですね。すね、これ無なんですか。これこのレコーディングしてる時のもう僕はもう完全無表情なんですよ。すごい無ですね。これは無にすることによって何かあるんですか、はい、これあのハイトーン出していく時とか、はい、あとはまたこう楽曲のこの特徴によってやっぱり僕は結構ね感情が乗るタイプなんですよ。うん、わかります。感情に引っ張られてどんどん発声をこうなんて言ったらいいのか、派手にしていくというか、こううまく演じていくっていう意識でレコーディングを長年やってたんですけど、それはそれでもう十分自分の中では十分やってきたので、むしろ徹底的に冷静な状態でですね、能面で能面なんですよ。素なんですよ。すげえ素でコントロールだけをしっかりと、はい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 、まあそりゃそうか。でそれをプレイバックして聞いた時にちゃんと演じてる音に、はいはい、結果的にそういう印象の音になってればいい。歌ってる時に思いっきり込めてやらずに、うん、でも込めてやってんじゃないのって思っていただけるような、あのちょっとアプローチっていうのを今回ちょっと心がけてやったんです。いや、面白い。無じゃないとね、結構引っ張られるんですよ、僕って。もう、バーサーカーモード。パワーボーカル的に。しばき肉踊る感じになっちゃう。いっちゃうんですよ。そうです。むずいな。この状態で、うわーって。むず。むずいな。難しいです。注文の表情はあんまり入れずに。表情大事ですからね。表情大事ですね。こうしたら苦しくないですから。そうですね。苦しく筋よって、ね、よくないですからね。はい、うん。これもうすごいいいポイントですね。あー、よかった。哲学的かなと思ったら理にかなってました。おー。いや、面白かった。という以上4つのポイントを交えてですね、はい、あの、グレンの渦、拝見しながら、はい、なおかつ解説も、なんか裏話とかも聞かせてもらいながら、うん、贅沢な時間を過ごさせていただきました。めちゃくちゃ僕が勉強になりました。いやー、どうです。うん。こちらこそ。なるほど。ありがとうございます。ありがとうございます。ミックスボイスのコントロール、悩まれてる方ですね。うん、あ、地声感ってそうやって、あ、ここで入れてんだな、声帯感で入れてんだな、あ、参考になった人とか、あ、ここ広いってなんだな、うん、参考になった方多いと思うので、ぜひ、あの、良かったよという方、今回の動画、良かったよという方、ぜひ、グッドボタン、あと、チャンネル登録をお済みでない方も、ぜひ、この機会にぜひよろしくお願いします。ということで、あと、リクエスト等々、こういう動画やってくださいとかね、うん、ございましたら、コメントもいつも見てますんで、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。